宮城県女川町復興ふれあい農園を通して地域の絆を再生させようと学生と住民が一緒に取り組んでいます。宮城県石巻市に隣接する女川町。ここでは住民のほぼ1割が津波の犠牲になりました。町の中心部から北に2キロほど離れたところに復興ふれあい農園があります。この農園は東北福祉大学の学生サークル孫の手クラブがボランティアで整地に取り組みました。津波で浸水した土地を大学が借り上げ、学生が手作業で石や木の根を取り除きました。それから4ヶ月が経過、農園は地元住民が区画を借りる形で野菜を栽培していました。キュウリ取って食べていいですか？この日は初収穫です。農園の地元代表をしている高橋義弘さんです。高橋さんの畑で学生が芋掘りを体験しました。この農園は仮設住宅の高齢者の孤独死防止と働く場の確保などを通して地域の絆を再生しようと大学が始めました。最高だよ。うん、芋はいいですね。津波で水かぶったってその影響なんかはどうですか？ないんじゃないですかよ。全然ないようだよ。3年生の今野祐樹さん、荒れた土地を一生懸命整備してきました。3月活動を始めた時は正直ここまでならないだろうって思ってたんですけども、実際に7月今来てみて青々としたこの農園を見て本当にやってきてよかったって思いました。で、女川の人たちも生き生きとした姿をすごい見ることができたので、自分たちもこう寒い中今までやってきた苦労がすごい報われたんだなって思いました。農園に隣接する仮設住宅、その集会所で初収穫を祝うバーベキューの準備です。農園で収穫したばかりの新鮮な野菜です。この活動は仮設住宅のお年寄りが家に引きこもらないでこうした場所に集まってみんなとコミュニケーションを取ってもらいたい、そういう願いで始めました。まあ、寒いあの季節に学生がやった、まあ、汗と涙努力の結晶が今日のジャガイモだったりナスだったりそういったものに、まあ、変化してくれて、まあ、それが、仮設の方々の、まあ、励みになったのかなと非常に喜んでおります。仮設住宅には町内のさまざまな地区の人たちが入居しています。地元の人たちは農園を通して住民の連帯感や絆を再生し復興につなげたいと話しています。この近くには営業を再開するお店も出てきました。町の経済を支える漁業や水産加工業も復活に向けて動き出しています。住民と学生が一緒に取り組む復興ふれあい農園、来年は収穫した野菜の市場への出荷を目指しています。